シート1枚でハリが出るって、肌の汚れを吸着、クリームそのまま入れましたみたいな偽物がねネットとかで売ってたりするので。皆さんこんにちは、あかねです。今回は韓国のシートマスクおすすめベスト3をご紹介していきたいと思います。韓国っていろんなマスクがあると思うんですけど、今回はシートマスク縛りでベスト3を紹介していきます。日本からも買えるのでぜひ最後までご覧ください。私の肌はご覧の通り赤ら顔で乾燥肌かな。もともと10代の頃はニキビとかがすごくできるタイプで、年齢を重ねると肌質が変わってくるのか、寒暖の差アレルギーで今の季節はこの辺になんか赤い斑点みたいなのができたりするような感じの肌質です。基本的にはニキビケアっていうよりかは保湿をメインにしたシートマスクが好きなんですけど、どの世代の方でもおすすめできるものなので参考になればなと思います。早速ね、第3位はこちらです。イニスフリーのマイリアルスクイーズマスクマヌカハニーです。マヌカハニーの力で乾いた肌を潤いで満たすエッセンスタイプのシートマスク、保湿効果と肌をしっとりさせる効果があります。そこまでこってりっていう感じじゃないので、剥がした後も保湿しながらもベタつかない、保湿力高めなマスクだと結構ベタベタしたりすると思うんですけど、これはそういうのが苦手な方も使いやすいんじゃないかなと思います。翌日のお肌は結構ふっくらするような感じですね。薄めのシートなので浸透しやすいような気がします。イージーピールっていうものがついていて、ここにねちょこんって剥がしやすくするような持ち手的なものがついてるので親切だなって思います。で、10分から20分間かけて剥がすタイプのものです。ほんのり甘い香りがするんですけど、そんなに気にならない感じです。イニスフリーは本当に大好きで、6年ぐらい前からもうずっと使ってるんですけど、特にシートマスクの中では一番これが好きで、韓国に行くとたまに10プラス10をやっていて半額で買えるんですよ。最近偽物がねネットとかで売ってたりするので、あんまりそういうサイトは使わないで、なるべくちゃんと店舗で買ったりしてるんですけど、ミョンドにあるオールマスクストーリーに行ったら1枚50円で売ってて、まあ、安いと思って、で一応ねこの印刷の具合とか後ろの感じとか、あとここのいつまで使えるっていう刻印とかを確認したところによると、多分本物だろうとジャッジして買ってみたんですけど、多分本物でした。そうなので1枚50円で買えたんでしょう。お土産にも選びやすくて日本でも買えるのでぜひチェックしてみてください。続いて第2位はこちらです。メディヒールの WHP っていうものですね。黒いパッケージが特徴的なんですけど、水分のコーティング膜ができてしっとりとした肌を長時間維持します。乾燥をケアしながら皮脂をコントロールし、広がった毛穴を引き締めます。肌にフィットするシルクのようなセルロースシート、濃縮されたエッセンスをマイルドにお肌に与えてくれますって書いてあるんですけど、これが真っ黒なんですよ。なのでちょっとつけると泥棒みたいになっちゃって若干怪しくはなるんですけど、肌の汚れを吸着してくすみのない肌へ、また美白効果のあるアルブジンという成分も配合、透き通るような透明美白肌に近づけてくれますって書いてあるんですけど、保湿とトーンアップを叶えてくれるんです。これもね5年ぐらい前に韓国のお友達にこれめっちゃいいから使ってみてって言われて買ったのがきっかけだったんですけど、その時から韓国のスキンケア好きでいろいろ試していたんですが、これの水分量にめちゃくちゃ感動して、なんかもうこれがしっとりしすぎるのでこの後のケア何もいらないんじゃないかっていうぐらい潤います。とにかく潤います。その後ね一応クリームを塗るんですけど、シート自体にめちゃくちゃ美容液が入ってるのにさらに袋の中にまだ余ってるっていう、それこそ腕とか足とかも全然その余った美容液を塗れちゃうぐらいのレベルですね。でこちらも約10分から20分つけた後に剥がすんですけど、さっきね水分のコーティング膜って言ってたと思うんですけど、本当にたっぷり寝た日の翌日みたいな潤いが実感できます。でシート自体は、さっきのイニスフリーに比べるともう少し肉厚な感じかな。その分多分
美容液がたくさん入ってるかな。商品紹介を動画でしてると香りについて質問いただくことがあるんですけど、これもねほんのり香りはするんですが、そんなに嫌な感じの香りではないです。メディヒールって何種類あるんだっけな、全部でかなりたくさん種類があって、ビタミンだったりアンチエイジングだったりいろんな効果があるんですけど、その中でもこれが今のところ一番お気に入りです。どれにしたらいいんだろうって迷ってる方はまずはこの真っ黒のやつを試してみてほしいです。これも多分日本でも購入できます。そしていよいよ第1位はこちらです。ミシャのレッドジンジャーマスク、高麗人参の成分が入ってるものです。早速使っていこうと思います。クリームそのまま入れましたみたいな感じの、かなりこってりした美容液が入っている感じですね。取り出すと触るだけでこうムニョンってするっていうか、とにかく美容液がめちゃくちゃ含まれてます。これいつも迷うんですけど、まあ、こっちが内側なんですけど、内側と外側どっちの方が美容液含まれてるんですかね。なんとなくいつも内側をつけてるんですけど、なんか外側の方が美容液がたくさんある気がしなくもない。結構ね目の開きもちっちゃめなので、目の下の小じわとかも撃退できていい感じです。そうミシャのマスクは私の自分の顔にすごくサイズ感が良くて、メディヒールだとおでこが足りないんですよ笑うと落ちる。顔の形に合うかどうかでも結構重要ですよね。私的にはこの目の横のシワとこの辺の口角のくすみを取りたいので、ミシャはね一番の理由はまずこの空いてる面積が少ない分隅々まで美容成分を届けることができそうっていうのも選んだ理由でもあります。そしてですね、この高麗人参っていうのは韓国では栄養食品としても有名で、そのエキスを保湿成分として配合し健康的な美しい肌に整えますって書いてあります。なので香りはちょっと漢方に近いっていうか、独特っちゃ独特ですね。なので高麗人参の香りが本当にマジで無理っていう人はやめた方がいいかもしれないですが、なんか逆にこの薬品感、薬草の感じがなんかより効果がありそうな感じもしなくはないので、鼻がすごくいい人にはちょっと微妙かもしれないです。でもそれだけが理由だったらちょっと騙されたと思って一回使ってみてほしいんですけど、効果は本当にすごいんです。これを1位に選んだ最大の理由なんですけど、翌朝の肌が別人。これ最初に母が新大久保で買ってきて、で母が最初に使ったんですけど、朝は本当にシワがなくなったって超感動してて、それで早くこれ使ってみてって言って、それで使ったのが最初だったんですけど、正直ね最初は保湿されるしクリーム調っぽくって今の季節にいいなって思ったんですけど、翌朝すごい違う、本当に違うんです。ハリが出るから小じわが目立ちにくくなるんですかね。水分系のマスクはツヤツヤになることは結構多いと思うんですけど、シート1枚でハリが出るってすごいなと思って、なんかそのこの間から BB クリームといいミシャゴリ押しなんですけど、むしろこれを紹介したくて今回この動画を撮りました。新大久保でも売ってるんですけど、私は9点で10枚入りで800円くらいのやつを購入しました。で偽物かどうかの確認は口コミの数がめちゃめちゃ多かったのと口コミの評価も良かったので、まあ、最悪800円騙されてもいいやという覚悟で買ってみたんですけど、一応本物だったと思います。効果も良かった。15分から20分って書いてありますね。他の2つよりも少し長めかな。で昔は結構シートマスクをしたまま眠ったりしていたんですけど、やっぱどうしても6時間とか寝ると乾いてきちゃうんですよね。でそうすると逆に肌の水分をマスクが奪ってしまうらしくて、スクで寝るのはやっぱり良くないみたいで、ここに書いてある時間を守った方がいいみたいです。では20分経ったので剥がしていきます。正直ねまだ全然水分残ってるのでもったいなくもあるんですけど、あんまりやりすぎても乾燥しちゃうので剥がしていきます。じゃん、おお、触った感じはめっちゃ潤った。の直後よりも時間が経ってからの方がなんかふっくらする感じがあって、ぜひこれはねデートの前の日の夜だったり大事な日の前の日とかに使うのがおすすめです。クリームっぽいシートなのでこのまま寝ても全然大丈夫だと思うんですけど、なんかせっかくなのでこの美容成分をやっぱり蓋して眠ろうと思います。
最近はもうずっとセレンディのクリーム、これはもう適当に手にバーってやって押す感じで、このねセレンディはね香りがするんですけどない方が良かった。この香りなんか昔使ってた洗顔料の香りがするから、なんかこう洗顔料を塗ってる気分になっちゃって個人的な理由なんですけど、その洗顔料を使ったことない方からしたら別にいい匂いだな、癒されるなって思うと思うんですけど、はい、そんな感じで今回は私が個人的におすすめする韓国のシートマスクベスト3のご紹介でした。最近インスタの方でも韓国のスキンケアについていろいろアップしているので、合わせてご覧いただけたらなと思います。それから今月また韓国に旅行するので、新しく気になったものだったりを購入してレビューしていきたいと思います。韓国旅行中に動画を撮るかちょっと迷ってて、何かリクエストがあればコメントいただけたらなと思います。そんな感じでこの動画がいいなと思ってくださったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。